今日のマーク。来た。はい、こっち。イエーイ。はい、こういう新しいおもちゃがありますね。これ音鳴るやつ。ね。赤ちゃんのおもちゃと一緒だね。ワンコのおもちゃね。はいはいはい。はい、待って。はいよ。はい、じゃあ今日の2回目の本編ご覧ください。はい、こんにちは、マヤチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、ボトルチェンジライダーシリーズ09仮面ライダークローズチャージです。はい、ということでボトルチェンジライダーシリーズのクローズチャージが出ましたね、クローズ出なかったね。そうだね。いきなりクローズチャージが出ました、早速開けていきましょう、ということでこちらがクローズチャージだね、これすごくかっこいいじゃん。そうだね、素晴らしいですね。すごい、この透明部分がゼリーっていう設定だよね、首から振りかかってできるんだけど、まあ一応そのギミックがあるっていう感じだね。これ後ろまでこの頭部を引っ張り出して、で背中にボタンがあるんだけど、これを押すとこんな感じ、それであとは手でポチッと押す。そううまくいったね、それね。で腰にスクラッシュドライバーついてますね、で肩部分にドラゴンマークでしょ、で手の部分とか足とか結構かっちょいいね。そうですね、それでちょっと怪しいと思ったのがこの手の穴、なんか足にもついてるんだよ、ね、足どこ、ここ、ああ本当だ、なんかついてる、これ後でなんか合体するのかな。そうなんかね。でちょっとエイシン君が遊んでたらですね、この胸のパーツがですねポロッと取れるわけで、でこれがなんとここに刺さりそう。あ、刺さった、こんな感じになるの。え、そういうことかな。足こんなんで、これちょっとありえない ね。変だよね、これね。パンチするときはこうやってちょうど合ってるよね、なんかこう、ね。はい、そしてこのツインブレーカーもついてましたね、じゃあこれ持たせてみようか。はい、ヘイシン君がポージングしてくれましたけど、かっこいいね、いい感じにできたね。竜がなんかこれパンチをイメージした。あー、なるほどね。負ける気がしねーってやつだね、過去最大のスマッシュ、シカスマッシュだ。ピープーピープー、わしにかなう者はいまい。そのことは許さない。なんだお前は。俺は仮面ライダークローズチャージ。いらないな、うまそうなゼリーの匂いがするじゃないか。何、私と戦うというのか。あ、負ける気がしねえ。うっ、なかなか強いな。しかし大きさが全然違うんだよ。私に勝てると思っているのか。この角があるからの私には。何、うわっ、ボーッ、すごい、ああ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 、こっちは、あ、自慢の角がなくなった。やばい、私たちにパワーが落ちている。最後に必殺技を言わせてやる。おりゃはい、ということで今回はボトルチェンジライダーシリーズ09仮面ライダークローズチャージでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そして今日のおすすめ動画こちらの方に出てると思いますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録はこちらからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。